PK 戦までもつれ込んだ J1 王者横浜 F ・マリノス対市立船橋高校の試合。2003年の天皇杯3回戦。試合開始早々マリノスは猛攻を仕掛け、4分に安永宗太郎のゴールで先制。さらに6分に河合隆二もゴールを決め、2対0と試合を有利に進める。しかし69分、市船のフリーキックにマリノスのゴールキーパー下川健一がキャッチミス。そこにすかさず増島達也が詰め、市船が1点を返す。ここから市船にもチャンスが増え始め、84分にはカレン・ロバートがドリブルでマリノスディフェンダー陣を切り裂き、最後は田中康太にパス。田中はこれを冷静に決め切り、ついに同点に。しかし89分、市船の増島が今日2枚目のイエローカードをもらってしまい退場。 J1 王者に1人少ない状況で戦いを強いられるが、後半を0で抑え同点のまま延長戦に入る。延長戦は1人少ないこともあってマリノスの猛攻に合いますが、なんとか耐え抜き PK 戦に突入。お互い1人目を決め、 J1 王者からの大金星が期待されたが、市船の2人目、3人目はゴールキーパー下川がセービング。マリノスも意地を見せ、なんとか勝利したのだった。